とりあえずね、本当に家招待されたのでね、今ベロがね、話してね、旦那さんはね、結構昔に離婚してるっぽいね。で、月の給料が1ヶ月1万円だって。今2人暮らしで、なんかすごいね、でも本当にね、心はめっちゃ優しい。もうすごい感じる。だから何がね、お金が大事なのか、家族が大事なのかとかね、ちょっとすごいなんか複雑だよね。こっちはすげえ、なんだろう、観光地みたいな感じで、こっちは裏側みたいな。あ、家着いた。あ、シンガポール。No problem.ベイビーだね。ベイビー？ベイビー。ベイビー。プレグナンね。めっちゃ目が真っ黄色。すごい。ごめんごめん。あのお母さんのお部屋見せてくれるって。はい。あ、you so cute. Yeah. Ah, sleep together? Yeah. Yeah, you can sit. No, no problem. Okay, okay, okay.でもお邪魔したくないからちょっとあっちに。うん。ソビゴでどもり。はい、ワンホンだったら。いやいやいや。うん。ミーメ、ニューペコンで食べる。今日は若い時にお母さん。ママ。イエス。Wi-Fi ハット。Wi-Fi。Wi-Fi。ああ、OK。Oh, thank you. Thank you. OK. Thank you. Wi-Fi くれた。多分すごい安いんだろうね。カンボジアとかね、一月ね、400円とかって Wi-Fi が。